さあやってまいりました。はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは。 NGU ボーイズのショーです。今回からこちらですね、マリサと6つのキノコ、合ってるのかな、これは続編としていいのかな。下にスーパーニュースーパーマリサランドってありますね。副タイトルがマリサと6つのキノコでいいのかな、逆じゃねえかな、はいか。まあスーパーマリサランドの2作目にあたる作品ですかね。まあ、サイトによるとそうらしいんですけど、まあ、こちらをやっていくんですけど、まあ、前作のねスーパーマリサランド、まあでもノーマルでとそこそんなになんかあんまり難しさはあんまり感じなかったけど、でもハードモードだとねなかなかの難しさがあったんですけど、まあ、やっていきましょうか。なんかこれ複数人でできるっぽいらしいんだよね、これ ABC ってあるけど、記録を消す設定ゲーム終わる、2010年に、黄昏フロンティアさんが出されました。うん、よくあの格闘対戦型ゲームをねよくね上海アリス弦楽団さんとね作られてるでおなじみ。ではやっていきます。ステージ選択があるのか。マリサの家、あの前作のマリサランドはステージ選択がそもそもないですからね。全ステージが13まであって、そのね、なんか淡々と進む感じでしたね。なんもない、押せないか。じゃあ、魔法の森、まあ、マリサが住んでる世界というか、まあ、森っすよね。おお、一応俺の使ってるコントローラーだと B でこういうポーズが出るのかで、 A ボタンでジャンプ。おお、ジャンプ力すごいな。あ、今回は妖精が歩いてんのか。スコア、スコア500、待って、めっちゃもらえてる。あ、で出たこいつ。今回は妖精も歩くのか。キノコ、おお。絵柄がね変わったね。絵柄がだいぶ変わってる。もう美脚になってんね、このマリサ。もうこの時点で4頭身に匹敵する。待て、スコア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 、スコアめっちゃ出てんじゃん。これ下は何なんだ、これちょっと怖いからやめとこう。あ、こいつコーラポジションになったのか。ということは持ったり湯飲み。ああ、そっかそっか、そういえば、あ、ちょっと、ああ、もったいな。下、あ、洞窟エリアみたいなやつか。そっか、そういえばコスプレシステムあったな。これあれか、土管に行く感じか。うわー、うん、ちょっと待って、右上はあ、もうマリオですね。あ、よりマリオ的なシステムになってる。あ、湯飲み、あ、湯飲み取るとその右上にストックされるんだ、通常マリサのやつが。で、霊夢マリサになっちゃった。どういうことなんか。そう、なんか、おのおののキャラのアイテム的なものが出るらしいよね。なんか裏側見たんですけど、そのパッケージの。バカ野郎。バカ野郎。何してんの、お前。ああ、なんで敵側にキノコ投げたんだ、俺は。はあ、なんか、進化してるね。あ、そういえばダッシュってできるんだっけ。あ、X？ ん？ Y でダッシュ。Y でダッシュ。はいはいはい。いろいろ進化しすぎでしょ。また続編で、レガシー、スーパーマリサランドレガシーっていうのがあるんですけど、ど
どうなってんだそれも。これで通常マリサ今ダッシュし、あ、ワイ、まあそこは間違ってたな、普通に操作間違ってた。まあキノコ同時投げ、このワイで陰陽玉を出すと遠距離攻撃可能。バカ野郎、まずは操作になれないと。ファイヤーボールか、分かりやすいな色的に。なるほどね、湯飲みすると、おお湯飲みガスと、あ、いた、いけたいけたいけた、ジャンプする、意外となんとかいけるもんだね。あっ死んじゃった、あー、さあ、まあ戻ってまいりました。通常のマリサで、Y ボタンを押しても攻撃はこれはできないみたいですね。まあまあまあ、2マリオでもね、確かにそんな感じでしたけど、波形路は打てないんかね。まあ必殺技みたいなもんだから、あんまその軽々打てないか。だとしてもマジックアイテム的なもの使えるんじゃないのか。さあここから新境地、まあまだ行ってない場所なんですけどね。矢印、これがゴールか。おお来た、あ音楽、あなんか赤星なんかあるんだこれ。まあいっか、え、まあ、じゃあ、まあ、とりあえずストーリー重視で一旦やりましょう。湯飲みはこれだな、今自分がこれ装備してるこれで50個でセーブ、あ減ってた、あーセーブって何、まあいいか、ワンアップはまあ今のね自分の命っていうかそれだね。なるほどねすごいね、進化しすぎだねこれ。何やっぱりね、一番はねもうタッチ、絵がもう絵のタッチがちょっと可愛くなってるからね、前作よりもね、あなんか明らかにすごい進化ですね。あれ何年だっけ、そういえば前作のあの1作目のマリサランド、これさ待ってと、ちょっと待って、あ投げちゃった、あポイ捨てちゃった。これさ、この赤星取るのもなんかいわゆるあの星マリオのさスターなんだよね、あのんコインか、そのいやポジションこれなんか連打でやるとなんかあるとかないんかな、これちょっと怖い、やめとこう。なんかレームのさ装備ならではのさ能力ってこれしかないんか、あんまそんなになんかね空をさバーって飛んだりできないんかね。ああかわいいな、体育座りで降りてったね。ああ赤いやつ、赤コーラ、これ立場的にはこれはあのコインなんだよね、いわゆるコイン枠で、白いやつは今作だとコーラ枠、まさかのクリボーからのコーラノコノコだっけ、まあいわゆるちょっと良くなったんかね。下、あ下ってどうなってんのこれ、あ、待て待て、上なんかありそうだな、どういうこと、あっバナだ、あ普通に下から行けたか、
飛び散んな、よくこんな本家でも飛び散らないよこれ。そんなポン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 、この刀身でも普通に可愛いんだよね。ちょっとあの玉でポン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 ってやってるやつめちゃくちゃ危ないから上から行こう。でも持ってはしないんかな、分からんけど、触れたらでも死にそうだから、まあ、やめとこう。まあゴール、ああ飛んでった飛んでった飛んでっちゃったよ。てかさ、風船じゃない、風船なんだね、なんかポールじゃないんだね、ゴールの。じゃあまあステージさん行っちゃいますか。下行く。まあ 赤星もできれば取っていきたいけど、あれか、じゃあでもなんかわけわかんない場所にあるよね、たまに。あの さっきのステージのなんか空中にふわって浮いてたやつ。もう通常マリサ、今作あれか、八頭身マリサとかは見れないんかね。こういうなんか太陽に出る中に紛れたりしてる可能性も。はあ、ヒップドロップはできないんだね。じゃあさっきのはここあれか、小さいマリサで行くといいのかな。このマリサだと難しそう。ダッシュ、小さくなってみるか。今回は横スクロールなんか強制じゃないから。あ、ばれ、なんかさ、さっきのお合わせで さらっとこれ通っていったけど、通った、よし。意外となんか難しくなかったね。落ちるやつかと思ったけど。さあ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 、で、3、4個目なんこれ。マジか。どこにあった最初のやつ。あと腰は積極的に取った方がいいね。さっきのあの降臨堂の、ね、アイテムがあるから、割と安い安価で、あのレームのね強化アイテムが手に入る。待て待て、さっきおかしくなかった。おお、なんか段差があったか知らんけど、なんか引っかかったんだけど。あ、これか。全然じゃん。10個あるんだね、しかも1ステージにめちゃくちゃあるね。本気よりやるよこれ。あ、位置が、まあ、こういうブロックに紛れて出ることもあると。どこ行くねん。いいね、今作可愛く進化しちゃってないか。今んところさほど難しいっていう感じはないかな。セーブってのは何なの。セーブ機能ってこと。セーブ機能もこれで買うのか。そっか。ワンアップはまあ今んとこ困ってないから、まあこれで我慢しよう。お、ゾロ目111。くす。ということは4やったらいけんのかな。隠しエリアがあるとかじゃないね。さあ積極的に赤コインも取るようにやっていかないと。最悪サブチャンネルで取るから。お、1個目、あ壁にぶつけた。これはなんか壊す。レームの陰陽玉だと消せないみたいなんだよね。2つ目、バカ野郎、ちょいちょい投げてしまう。やばい、あ、ダッシュダッシュダッシュで操作確認。ダッシュ、ちょっと待って、何としてもあれ取らないと。ボタン設定変えようかな、ちょっとなんか
なんか嫌な位置にあるさ、ジャンプボタンあるからさ、押しづらいんだよね、なんか。いやいやいや、あ、トレンジャー陰陽玉で、そうなんだ。てかさ、便利すぎね、パチンコ機能ありすぎでしょ。本家でもさ、こんな弾かないよ。まあ炎だからな、所詮ね。あ、これ使って取れ取れみたいな感じなんかね。それあるよね、多分ね。下気になるけど、よいしょ、湯飲みストック届かない場所は霊夢の陰陽玉で取りに行かせるっていうこともできるわけ。ちょっと下行ってみるか。はい、足場がね、もうちょっと2つあぐらいあったら楽に行けるんだけどね。とりあえずよいしょ、他出ないかな。あ、待って、上なんかあるぞ。すごい、気づいてなかったけど上なんかあるね。あっ、まあ後でちょっとキーフォングだっけ、変えようかな。うわー、気になるな。なんか怖いから目を、ちょっと後でマジで変えよう。なんかそう、ダッシュとダッシュしながらのジャンプがすごいしづらい、ちょっと正直。あ、いつともにか200切ってんだここでグダグダになってタイムアップで死んだ。あ、取れた取れたけど、やめよう、またタイムアップで死にそう。これでゴールね。かわいいんだよな、キノコ取った状態だと、浮かばないんだよね。そのまま、ダッシュで行くんだよね。だからこのチビマリサだったら浮かぶんだね。とりあえずセーブ買おう。ステージ1が、なんかエリアごとにあるんだろうな。これ魔法の森がいわゆるそのエリア1とかステージ1みたいな役割なのかもしれない。とりあえず時間、おお、強制スクロールか。パート1どうしようかな。とりあえず、こうやって録画してて20分とか25分になってたら一旦そこでまあ強制的にぶつ切りにする感じでしようかな。ちょっとそこはね、ご了承ください。やっぱり撮影にね、撮影ってね、実況で一番ちょうどいい時間ってやっぱり、まあ、僕の中ですけど20分とかそれぐらいが一番ちょうどいいんじゃないかって。25分とか20分から25分までのこの時間がちょうどいいんじゃないかという感じでやってますんで、まあ、それ以上超えるならちょっと強制的にぶつ切りにする感じにこの間の3つ意外にもまだいい感じに取れてるんじゃないか。下はある。あー、赤欲しい、どうせと赤欲しい、クソ。なんか意外にバラバラだな。来た、赤欲しい。この中に紛れてこともあるとゴール。うわー、残りのやつどこ。1個は分かったけど、ほらあんな感じで飛んでいかないんだよ。こういう強制スクロール。お、マリサじゃなくて、アリス・マーガロイドの家、マーガトロイドか。とりあえずじゃあこれで一旦終わりにしましょう。
城、うん、まあそっか、マリオ的に言うと城か、うん、じゃあこれ、あ、なんだっけ、上海人形じゃんこれ。じゃあアリスの家だから、いやー、どうなってんの、あんな小さい家からこんなん、あれか、地下か。いや、地下だとしてもこれ昨夜じゃねえと無理じゃねえか。ただ、あー、うん、これでブロックに入ってるんだね、基本的にね。これ気持ちいいのがさ、こうやって陰陽玉ぶん投げるじゃん、するとパチンコみたいにさ、カン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 っていってさ、コインとかさ取ってくれるんだよね、自動でね。自分が届かない場所はこいつでやると、こんな感じね。おりゃおらおらって、で玉遊び妖精、待ってくれ。あ、ジャンプする場所があるんだな。届きそうじゃ届きそうだな。やめよう、時間切れになりそう。いや、これももしかしたら違う能力で一体する感じかもしれないよね。待って、ん？おー、そんなとこにあんのか。おー、マリオの城でよくあるやつだね。挟まれないように、よ、まあ、ここにいてあれか。これが火、あぶねえ、はあ、マジであぶねえ。これで、こう乗っていいのか。これさ、壁の中にあることもあるんだね。ほら、よっしゃー、一旦ここにいようか。あー、マジか。あ、ん？取ったよね、セーブ。くそー、待って、あれってさ、すぐ降りなきゃいけないやつ、それかあそこの上にポン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 って居続けるやつ。取りたいよなー、でもなー。でも、ジャンプしながら行けば、まあ、乗り越えられるの分かったからさ。こうやってやって、うん、行けた行けた行けた。よし。で、問題がここなんだよ。1がな、ちょっとやらしいんだけど、取り越えられました。今んとこ5でパーフェクト。で、ここでまだあるんだよね。ここで6個目と。よし。よし、嫌いだ。で、そしたら、そそくさに降りると。スタ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 、ここか、ここ降りて、で登る、でこれか、こう、あー、あそこなんかあるんだろうなとか思ったけど、なー、なんだあいつ、何のためにいんのあいつ。入った。ジュニアやん。で、DS の方のさ、クッパのマリオのジュニアの音したやつ。トゥルトゥ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 って。あ、踏めるんだ、一応、あの爆弾みたいな。あ、上海人形投げてるやん。お前、人形そういう使い方してんのか。あ、倒した。弾幕勝負しろやお前。ただ物理的に踏んづけて倒したしな。これで1第1ステージ的なものはクリアしたのか。ちょっと待って、最後にさ、あー、1個だけ足んねーか。とりあえず1ステージの方で、ステージ1の方で、まあ金、金は稼いできましたんで、セーブ、これで大丈夫かな。じゃあとりあえずどうしよっかな。今ここでとりあえずセーブしたってことにはなってるのかな。
一旦やってみましょうか。というわけで一旦じゃあここでじゃあ締めます。というわけでね、今回から、スーパーマリサランドのマリサと6つのキノコっていう、まあ、続編をねやってみました。まあ、次回は、この迷いの竹林、なんかね好奇心の方でも同じタイトルだった気がするんですけど、まあ、こちらをねプレイしていきます。はい、では今回はここまでとなります。では次回のスーパーマリサランド、マリサと6つのキノコでまたお会いしましょう。ではバイバーイ。